皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、私がよくやる NG メイクを OK メイクに変えるというテーマでやっていきたいと思います。初めてやる企画なのでちょっと説明したいんですけど、本編見たい方はぜひスキップしてください。普段ですね、動画は回していない時ももちろんメイクはしているんですが、新しいコスメ試したりとか新しいメイクにちょっと挑戦してみようって思ってやっていると、最終的な仕上がりを見た時に全然思ってたのと違うみたいになることが本当によくあるんですね。それを今回NG メイクというふうに言っているんですが、じゃあそれをどこを変えたら自分の納得いく仕上がりになるのかなっていうのをちょっと考えて動画に撮ったという企画になります。なので、まあ私が NG だと思っただけで、実は皆さんから見たら全然 NG じゃないかもしれないですし、 NG の方が良かったって思う方もいると思うし、まあ、むしろ私の顔にやったから NG なだけであって、他の方がやったらむしろ NG の方が入るっていうこともあると思うので、まあそのあたりはそんなに絶対ダメなんだみたいな感じに捉えないでいただけるとすごく嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、ということでパターン1、パーソナルカラー逆装メイクです。これちょっと補足しないとかなり誤解を与えてしまうと思いますので、後ほどお話ししていきますが、全然仕上がりとしては好きなんですけど、ちょっと寂しいかなっていう印象が個人的にはあるんですよね。なのでこれをチェンジしていきます。はい、ということでまず大前提、パーソナルカラーと違う色を使うことはもちろん OK ですよね。私が OK っていうのもなんかおかしい話ではあるんですけれども、パーソナルカラーだけしか、自分に合った色しか使わないっていうのも、まあ考え方としていいとは思うんですけど、幅が狭まってしまうとも思うので、違う色を使うっていうのはすごくいいかなと思います。そこを否定したいっていうわけでは全然ないです。特にね、自分はそうだなと思うんですけど、パーソナルカラー振り切ってる人もいるじゃないですか。すごいイエベとかすごいブルベみたいな、そういう人たちからした時にどうしてもちょっと苦手意識を感じてしまう色とか、似合いにくいなって感じる色あると思うんですよ。例えば今日私だと目元もいつも使うものよりちょっと青みの強めのピンク、リップもこれね、なんか馴染んではいるんですけど、元の色は割とモーブベージュのような感じのカラーなんですよ。そういう風に比較的その自分と遠い色でまとめすぎると、どうしてもちょっとミスマッチとか合ってないかもみたいな感じが、まあ、生まれてしまうとは思うんですよね。感じ方とか考え方にもよるとは思うんですけれども、でもそんな時にチェンジしやすくて、かつ調整がしやすい部分って私はリップかなと思っています。なんで今回もリップにワンポイントプラスして雰囲気をより納得感あるものにしてみます。ということで足すアイテムがこちら、カネボウのルージュスターバイブランド V07 です。今回の場合にはなるんですが、これで何をするかというと、少しだけリップに血色感を足します。血色感を足すことでちょっと今寂しい感じなのを全体的に気持ち華やかにしていきたいと思います。リップさっき調整しやすいって言ったんですけど、プラスワンするときにおすすめのリップの選び方が、質感はなるべくシアーなものを選ぶということ。はい、今回もそうですが、こういう感じちょっとつるっと透け感のあるものがおすすめです。あまり強い色を使うと、まあポンポン塗りすればいいんですけど、調整が難しい、いきなりそっちの重ねる色に振り切っちゃう可能性もあるので、シアーなものの方がのせやすいです。あともう一つは、プラスしたい雰囲気によって選ぶ色を変えるのがいいと思います。例えば今回で言うならば、ちょっと血色を足したいのでこういう赤っぽい色を足しますが、すごく赤かっていうとちょっとブラウン混じってますよね。っていうのは今の大人っぽい雰囲気もそんなに崩したくはないので、こういうレッドブラウンを選んでいます。あと他には、例えば可愛らしさとかピュアさみたいなのを足したい方は少し明るめのピンク、他にはかなりリップの色が明るくてちょっと浮いてるかもっていう時は、サイドの低い、色がそんなに強くないちょっとくすみ系、まあ、ブラウンだったりベージュだったりっていうカラーを足すなど、寄せたい雰囲気のカラーを持ってくるのがおすすめです。はい、では塗っていきます。はい、そうするとこんな感じになりました。一旦落として今のリップを塗るっていうのでももちろん可愛いんですけど、意外とベースにパーソナルカラーと違う色とか、まあこういう今使った色と違う色が重なっていることによって、上から同じリップだとしても仕上がりは透明感が下からこうちょっと出てきたりとか、リップが重なっていることによる奥行き感が出るので、組み合わせることでしかできない仕上がりもあるんじゃないかなと思います。ちょっとビフォーアフターで比べてみましょう。こんな感じです。個人的
にはアフターの方がピンクの目元の色も生きながら、よりなんかまとまる感じの雰囲気になったんじゃないかなと思います。まあ、あと他に足すとしたら下まつげプラスしてもいいかなと思ったのと、チークレスにはしているんですが、少しあのリキッドハイライトみたいなのでツヤとほんのり色づけてもいいかなとは思いますが、ちょっとワンポイントプラスなのでこんな感じにしてみました。簡単なのでやってみてください。はい、それではパターン2つ目、眉毛の色がちょっと惜しいメイク。これ私結構よくやってしまうので、その度に実感するので詳しくご紹介していきたいと思います。今日のパターンで言うのであればですね、メイクの印象がまあこの辺全体的にちょっと温かみのあるような雰囲気、オレンジとかちょっとベージュっぽい感じとか、そういったカラーで仕上げています。それに対して眉毛の色描いてはいるので、形だったりなんか長さとかはいい感じなんですけど、グレーです。なのでここで使ってるカラーと全く違う色を使っています。かつですね、髪の色とも違うカラーを使っているので、こう全体で見た時に眉毛の色だけがちょっと浮いている感じというメイクです。だけどなんかそれがむしろおしゃれみたいな方もいるし、違うのを似合わせてしまうくらいメイクのテクニックがすごい上手な方もいると思うんですけど、私みたいになんかちょっとしっくりこないけど眉毛の色ってあんま考えたことなかったかもっていう方はぜひトライしてほしいポイントになります。なので結論、この眉毛の色をグレーからちょっとこの雰囲気に合うブラウン系オレンジ系に寄せようっていうのが今回のチェンジポイントになるんですけれども、個人的に今までメイクしてきて思うのは、どっちにも合わせようとしなくてもいいけど、どっちかには合ってた方がバランスが取りやすいと思います。例えば今日このオレンジっぽい感じだから、まあ、正直どっちにも合う色になるんですけど、ピンクメイクした時とかどうすればいいんだって言ったら、まあ、ちょっとメイクに合わせてピンクっぽい眉毛、赤っぽい眉毛にしてもいいと思うし、逆に髪色の方に合わせてナチュラルなブラウンで仕上げておいても浮くことはないと思うし、どっちかに合ってるとまとまりやすいなと思いますね。逆にじゃあグレーの眉毛にこのまま活かしたいならどうするかっていうと、目元のメイクを少し色薄めにしてナチュラルにする、もしくはグレージュとか本当にこっちに合うカラーを使う、髪色が暗めで眉毛の色と合ってるとかだったら、そんなにこうメイクの色がとかは気にしなくてもいいのかなと思います。ちょっとじゃあやっていきます。今日はこちら、ここのねオレンジとかこっちのブラウンをちょっと混ぜて使っていきますが、アイメイクに使ったパウダーとかでもいいと思います。なのでグレーの眉毛がいけないっていうのが言いたいわけじゃなくって、まあ、要するにバランスっていう話なんですけど、ちょっとだけグレーの色を薄くしますね。ではちょっとここの上からオレンジとブラウンを混ぜたパウダーをのせていきます。わざわざかき直さずとも上からふわっとのせるだけで色の雰囲気は全然変わりますので、そんな難しくないと思います。で、色を変えたことによってちょっとこのね黒い部分が眉毛の地眉が目立つので、そこはアイマスカラを使ってちょっと色を明るくしておきます。はい、ということで完成です。眉毛の形とかはそのままなんですけど、色を変えただけでちょっと馴染みやすくなったかなと思います。一応ビフォーアフで比べるとこんな感じで、ちょっとまあ印象変わるんじゃないかなと思います。なんか眉毛って左右対称とか形とかはフォーカスされるんですけど、色って意外と気にしたことなかったっていう方もいるかもしれないので、このポイントを押さえてみてください。はい、それでは今日のメイク、なんだかちょっと物足りなさを感じてしまう日ということで、ナチュラル透明感を意識してメイクしてみたものの、仕上がりとしてちょっともう一歩盛りたいけど、でもこれ以上やるとバランスがみたいな、ナチュラルにしたいがゆえの結構あるあるな悩みなんじゃないかなと思います。メイクを見ていただくとですね、意外と目元こう涙袋しっかりとかまつげが上がっていたり、すごく薄すぎるわけじゃないんですけど、やっぱ色使いを結構淡めに抑えているので、それがなんかナチュラル見えのポイントでもあり、物足りなさを感じる要因でもあるのかなと今日のメイクはやってみて思いました。ではどこを変えていくかなんですが、ナチュラルを意識しつつ、ただもうちょっと華やかさを出したい時におすすめなのが、チークしっかりめに入れるというところです。全体のメイクが比較的しっかりしてる状態でチーク濃く入れると単純に濃い印象になるんですけど、薄い中にポッとチークだけ華やかにするとナチュラルの中でメイク感を出すことができるので結構ねおすすめです。かつ透明感っていうのも
も今日のメイクはちょっとポイントにしたいなと思っていたので、それも叶えるためにリキッドチークを使っていきます。 NARS のアフターグロリキッドブラシオーガズムです。今日もチークは塗ってはいるんですけれども、薄めの時は結構しっかり入れちゃうのも私はおすすめです。はい、ということで完成しました。ちょっとまず並べてビフォーで見てみるとこんな感じで、結構印象は変わるんじゃないかなと思います。物足りなさはなくなりましたよね。もしまあでもここまでちょっと濃くするのもなって思う方は自分で調整していただくのももちろん OK です。あんまり他を変えない方がいいかなと思ってリップとかそのままにしてるんですけど、少しこの頬に合わせてツヤを足しても可愛いかなと思うので、ちょっとだけ真ん中に足してみるとこんな感じで、1個変えるとやっぱなんか、あ、もうちょっとここもこうしようかなっていう気づきが生まれてきたりするので、意外とチーク濃いめ取り入れやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで強度パターン、これもめっちゃよくやっちゃいます。張り切りすぎた 120% メイクということでちょっと名前をつけてみました。大事な日とかに本当になりがちで、よく見せようとするあまりに濃さのバランスが取れず、やりすぎ感が出ちゃうんですよね。詳しく見ていくとですね、こんな感じでやっぱ丁寧にやってるので仕上がりは綺麗なんですけど、まあほんとよく見ると目元もすごくしっかり、ラインも涙袋も下のメイクも、まあチークも入れているしリップも結構濃いめで、本当に全部がちょっと強いっていう感じです。まあ原因としてはずっと言われてる中顔面単色、これをちょっと意識しすぎて全体的に下まぶたのメイクがちょっと強すぎる、あと下にの意識でラインがちょっと垂れ目すぎてそれが違和感になってしまってるっていうところが原因かなと思います。例えばすごく写真漏れしたいとか、韓国アイドルっぽくとにかく涙袋は強調したいんだっていうのであればいいと思うんですけど、実物で見てもなんかいい感じにって思うとちょっと全部が強すぎるかなと思ってます。ただとはいえその下まぶたは盛りたいじゃないですか。なので少しちょっとやり方を変えていきます。はい、一旦下まぶたとアイラインをオフしました。先ほどはどちらかというととにかくぷっくり見せる、明るくしてパールのものを使って立体的に見せるっていう方法だったんですけど、ちょっと逆にですねパールのないマットなアイシャドウを使います。これちょっと今ピンクなんですけど、オレンジベージュとかこの上まぶたの色と馴染む色とかでいいと思います。明るくするというよりはちょっと影をつけるイメージで全体に入れていきます。影をつけると言ってもすごく濃い色を使うのではなくて、そうしてしまうと逆にちょっと強く見えるので、今日はこの淡い色で一旦なんか下まぶたを慣らす感じ、とりあえず全体に塗っていきます。そうするとですね、別にぷっくりさせてるわけじゃないんですけど、結局この辺りまで色が入っているので、ここまでで目が終わってるよりかはちょっとこの幅分は下に行って見えるから、ぷっくりさせなくても若干のこの中顔面短縮効果があるのかなと思います。なので明るくさせるのではなく少し影色、濃すぎない色をまず入れるっていうのが第一段階で、ただこれだとメリハリそんなにないので、今度は少しこのパールのもので逆にこの影からぷっくりさせて際立たせたいところに乗せていきます。だいたい目頭側の方が自然にはなると思いますね。そうすると一旦この土台が影になっていることによってぷっくりさせすぎなくても際立って見える感じがするんですよ。全部ぷっくりでやろうと思うとすごくいっぱい塗らなきゃいけないけど、周りは影なのにここだけ際立ってるから少量で済むというか。はい、今こんな感じです。でアイラインを引いていきます。さっき下に見せたいがゆえにちょっと垂れ目にしすぎたって話をしたんですけど、下まぶたを盛りたい時はあまり垂れさせすぎるとやりすぎ感が出るので、跳ね上げなくてもいいですけど下げすぎない方が自然だなと思いました。なので具体的には本当にこの目尻から真横に伸ばすイメージです。下にはいかない。でも別にそれでもこのラインのせいで目が上に見えるっていうことはないので、後々これぐらいの下げ具合の方が自然だなと思います。そしてもう一段階やるとするならば、ちょっとこの影系の色、もっと濃い色ですね、これを目尻側に少し入れると
また重心を下に下げたりとか、あと別に濃くは見えないですけどちょっと目元がくっきり見えるので盛りたいっていう意識がある日は入れてもいいのかなと思います。ここをやるとまた垂れ目っぽく見えるので、さっきのラインが下に行ってるとちょっと難しいんですよ。はい、できました。さっきよりねいい感じにはなったと思います。でも冷静になるとちょっとリップが濃いかなっていう気がしてきたので若干ここも薄くしてみます。はい、リップはフィーのいつも使ってる ND04 のマイですね。こちらにちょっと変えてみました。ということでビフォーアフター見てみるとこんな感じです。同じように下まぶた結構注力したメイクではあるんですけど、少しやるだけで印象は結構変わりますね。大事な日こそ張り切りたくなってどんどん濃くなると思うんですけど、一旦ね鏡をちょっとこう遠く離して顔を見てみて考え直してみるのも大切なことかなと思います。はい、ということで最後のパターン、なんだかしっくりこないブラウンメイクということで名前をつけてみました。ご覧の通りこれをね NG にするものもちょっと違うかなとは思うんですが、なんか全然いいんだけど、でもちょっと納得いかないといえばいかないという感じのメイクでございます。その理由についてちょっとお話ししていきたいと思います。まず大前提、今日のメイクですね、ブラウンメイクしたかったんですよ。なのでアイシャドウも結構ブラウン、チークもブラウン、リップもちょっとレッドブラウン系で仕上げていて、すごく統一感のあるメイクになっています。なんですけどこのメイクがなんかしっくりきてない原因の一つとして、色が揃いすぎているっていうのがあるんじゃないかなと私は完成したメイクを見て思いました。結構ブラウンメイクって色としては分かりやすい濃いものが多いと思うんですよ。アイシャドウにしてもチークもリップもちょっと強さを感じるカラーかなと思います。だからこそおしゃれだしこなれた雰囲気が出るんですけど、分かりやすいからこそ全部揃えるとなんかちょっと揃いすぎてる違和感というか抜け感のなさみたいなのを感じるなと思います。ポイントで見ていくとすごく全部可愛いんですよね。だから組み合わせの問題なのかなというところです。なんでこのメイクを個人的に OK に持っていくとするならば、アイメイク、チーク、リップ、どこかの色を少し軽めにするのがいいんじゃないかなと思うので、今回はちょっとチークで実践していきたいと思います。ちょっと潔く落としちゃいますね。なんかこれだけでも正直ちょっとすっきりしません？はい、それではこちら 2AN のデュアルチーク2番使っていきます。青みピンクではないけど明るさを感じるカラーですね。ピンクベージュ、パステルピンクのようなカラーを使ってみます。はい、ということで塗り替えてみましたがいかがでしょうか。印象が結構こう軽やかな感じになったんじゃないかなと思います。他の部分はちょっと全く今回はいじらずにこの仕上がりです。ビフォーアフで比べてみるとこんな感じです。メイクの統一感ってすごく大事だと思うんですけど、意識しすぎると場合によってはくどく見えたりもするので、なんかしっくりこないなっていう時はどこか一つのパーツちょっと軽めにしてみるのもいいかもしれません。個人的にピンクメイクする時は結構こう全体的にピンク使ってもあんまりくどいなって思わないんですけど、オレンジとかブラウンとかで揃えすぎると若干圧を感じるイメージになることが多いなと思うので、それってもしかして人によってそう感じる色が違うのかもしれないんですけど、でもなんか意外とこう揃えすぎないっていうのもいいんじゃないかなっていうのが結論言いたいことになります。はい、ということで本日は私がよくやる NG メイクを OK メイクにするというテーマで動画を撮っていきました。いかがでしたでしょうか。今回は含めてはいないんですけど、結局その顔だけじゃなく前髪とかあとお洋服ですね、そこにメイクのバランスっていうのを考えるとまた幅広いメイクに挑戦できるのかなと思うので、そこもぜひ意識できそうな方はやってみるといいんじゃないかなと思います。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。